これ文次郎山古墳ですかね。ナビで言ったらこの辺やけどね。あんまもなんもないで分からんね、これね。ここまではね、ちゃんとね、歩いたたあんねんけど、これかもやっぱり。これみんな歩いとるようだ、これやね。看板がないぞ、看板が。確証はできないけど。畑に入らないでくださいって書いてあるからね、道を歩いてくださいよ。こんな感じです。みんな歩いてます。看板がわからんな、これ。ちょっと小ぶりやけどね、40メートルなんかあらへんねんけどね、どうなんだろうね、これ。ここからずっと履いていってるよね、中までね。ちょっとわからんな、これかね。ナビによるとこれや言うとんだけどね。丘陵公園のすぐ横なんですけどね。はい。ほら、公園に入ってみようか、公園に。看板が全然ないんでね。わかりませんわ、これじゃ。サイズがね、ちょっと違うんだけどね。ちょっと言う規制40メートルになれへんねんけど。ちょっと違うんかな。ちょっとわからんね。上がると、まあ、丘陵公園の中入ってしまうんだけどね。ちょっともう記載のサイズより小さいんでね、ちょっとすると違うのかもしれないね。この上から見てみましょうか。この上上がって、これは丘陵公園の中に入りましたけどね。はい、こんな感じだけどね、どうなんだろうね。ここはどの辺だろう。丘陵公園のどこなんだろう。いやー、わからんね、これじゃ。ああ、そこね。一本松古墳やわ、そこ。あそこの横。